んでジプラでメイクをやっていきたいと思います。簡単な日常的なメイクをやっていきます。ではスタート。まずベースはこちらです。これは下地 BB クリームみたいな感じで使います。衝撃をつけたんです。こうやってみずみずしいジェルがなじませていくと肌になるんです。あのジェルが溶けて肌になるっていうキャッチフレーズなんですけど、これがねもうちょっと乾くと本当にピタピタって張り付くんですよ。これはね久しぶりにすごい感動しました。今半分こっちだけ塗りました。ワールかりますよね。こっち塗ってない方赤みもあるし、こんなに変わります。すごい。コンシーラーです。これはすごいカバー力があるんです。こういうねシミとかのところにだけ塗っていきます。ハイライト効果もあるかなっていう感じです。叩き込む。これでベース完成です。こちらです。韓国コスメ。これで1本の眉メイクが完成するんです。パウダーなんですよ。こうやって見えてこうやると粉が入っているタイプのもので、立ってやるとしっかりラインが描けて、かつふんわり仕上がるので、ふわ眉でもで寝かすとしっかり色がつけられて、立ってやると描けるっていう便利なもの。こんな感じでナチュラルにできました。こっちも雑にブン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 ってね、1本あるとすごくいいですよ。完成です。アイシャドウも塗ります。ビセのアバンのシリーズのクリームアイシャドウです。102がすごい良くて、アットコスメストアで私買ったんですけど、いろんな色を試し塗りして選ばれたのがこのカラー。濃いめの色なので、1回塗ってさらに目尻とか多くやればなんかグラデーションっぽくできるんですよ。完成です。もう時短の時はこれ1本でやります。続いてが、私めんどくさい時はもうビューラーをしないので、その分カール力のあるマスカラを塗ります。これはセザンヌのカールキープベース。ほらビューラーしていないのに持ち上がったの分かりますか。ビューラーいらずでもしっかりついてくれるので、忙しい時はこういうカールキープベースみたいにカール力のあるものを使っています。セザンヌのこれ本当におすすめです。ではチーク。これはスイーツスイーツのツーウェイのものです。リップグロスにもなるチーク。こんな感じで美容成分がたっぷり入っていて、すごいじゅわっとした仕上がりになるんですよ。トントントン、指でちょん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 ってやっていけば完成。しかもハイライトいらずのツヤ感。いいですね、やっぱこれ好き。で一緒にグラトスとしても塗ります。なくなっちゃいそうだから新しいの買おう。これこんな感じです。はい、完成しました。こんな感じです。全部プチプラです。ベースもファンデーションなしなので、しっかりした下地とコンシーラーポンポンとアイシャドウもクリームを一回伸ばして目尻に足しただけでこのグラデーションチックなのができます。マスカラもカールキープなのでビューラーなしでも上がるし、眉毛も1本でできるし、チークとリップは 2way でこんなツヤ感が出るので、まあ、本当におすすめのコスメです。時短そして簡単なのメイクでした。はい、ぜひおくまとまりなチャンネルも引き続き見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。リクエストコメントでお待ちしています。インスタグラムを見てください。ではでは。